で固定費が上がるといつまでたってもね、あのなんていうの、精神的にゆとり、いわゆるお金に翻弄されてしまって、豊かな生き方ができないわけだから、あの見栄っていうものからとにかく逃れようよっていうのが、まあ、今回の、主軸になるし、はい、皆さんこんにちは。 YouTube の陽大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。伸び次会を運営しています山下博之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあそれでは本日のテーマはこちらになります。本日のテーマ、黒字社長のなり方ということで、今回はですね、まあ、経営の話ですね、この経営の話をちょっとやりたいと思います。この黒字社長のなり方ということで、まあ、実は先日ですね、まあ、ある社長さんとお会いしてきたんですけれども、ああこの方もやっぱりもうめちゃくちゃ黒字が出てるなということで、まあ、お話をお伺いさせていただいたんですけど、ああそっか、実は黒字社長っていうのは、僕がまあね、いろんな社長さん、農業の社長さん、いろんな中小企業の社長さん、まあ、いろんなビジネスオーナーとまあお付き合いしていく中で、あやっぱり共通点あるなということで、今回はそのうちの一つね、皆さん方にお伝えしたいと思います。この黒字社長には共通点があるっていうことなんですけど、これもう結論はですね、こちらなんです。固定費を上げないっていう、この固定費を上げていないっていうのが、まあ、共通点なんだ。なんだ山下さんそういうことかって、まあ、固定費大事だよね。固定費が上がると、まあ、どれだけ稼いでもやっぱり出ていく金が大きいから、まあそれは利益出ないよな、まあ、これも皆さん方お気づきの点だと思います。ただ、今回ねその話をさらに深掘りしていきます。でどうやって黒字社長に、まあ、なるかっていう、さらにその固定費を上げないためのやり方、まあ、こういったねちょっともう一個踏み込んだところをね、今回皆さん方にねお話ししていこうかと思ってます。で、まあ、この黒、分かった分かった、固定費を上げなきゃいいんだねって頭じゃ分かってるけど、やってることはあべこべなんですよ。まあ、僕もそうだったんですけれども、やってることはついつい固定費の上がることばかりでも、頭の中では固定費上がっちゃいけないなっていうことの、なんていうかな、このジレンマをどうやって克服すればいいのかって、ここがねこの動画のまあメインになりますので、ぜひね最後までお付き合いいただきたいと思います。でその中でまず固定費、まあ、どんなものがあるかって、これ簡単に言うと、まあ、施設ですね、設備、まあ、僕の場合だったら施設園芸やったのでビニールハウスや温室、もしくは作業場なんかもね固定費になります。そして、まあ、農機具、まあ、トラクターだの、まあ、ハーベスターだの、収穫機、食器、まあ、いろいろ農機具があります。そして従業員も実は固定費なんですね。やっぱり給料をずっと定期的に払っていかなきゃいけない、まあ、細かく言うと他にもたくさんあるんですけれども、大きな固定費としては施設、農機具、作業場、従業員っていうふうに、まあ、4つぐらいに、まあ、大きくカテゴリーできます。でそこでじゃあ固定費が上がっている、固定費がついつい上がっちゃっている農家さんはどうなのかって言ったら、まあ、この施設をやっぱり新品で建てちゃうとか、うん、お金かけちゃうんですよね、設備投資、うん、ね、やっぱりハウスも実は僕もね27の時にね設備投資しましたよ、この施設。いやもうそんなねハイスペックな、僕も当時でも30年ぐらい前なんだけど、当時、この連投ハウスの谷換気っていうのが主流、まあ当時まだ連投っていうのもまだ珍しかったんだけど、うちの地域ではね、それをぶわーバカでかい温室立てて、それも、天井換気、屋根換気、いわゆる天窓という、ま、窓が開く、この上のねが開くっていうのをつけるってね、で別にそれ補助金が出たわけじゃないんだよ。ただ、金利だけ補填してくれるみたいな、助成金があったわけ。金利ですよ、金利、ね、結果的に4800万ぐらいその設備投資したんだけど、金利いくらやねんって話なんですけど、この金利を補填するために、なんだろうね、当時のまあ関係者の人たちが、あ山下さんここまでやると、金利が補填できますのでって言って、いや俺普通の連投ハウスのパイプハウスの簡易的なやつでよかった、まあ極端なこと言うと1000万円ぐらいで建てばいいなと思ったのに、いやあれもつけたがいい、これもつけたがいいって、もう過剰に設備投資してしまったために4800万かかったんです。まあね、これいつもねこの動画でお話してる、その後私地獄を見ました。だって自分のスペック以上のものを持っちゃったもんだから、もう追いつかないんですよ支払いが。まあ、こんな風に施設新品やっちゃう、もしくは無駄なハイスペックをつける、まあ、これ農機具でもありますよ ね。もう今もうすごい機能がついてるでしょ。そんな機能いりますかっていうのまでついてる。でそして作業場がやたらでかい、ね、まあ、ある方が言ってました。ある方が、もう固定費を上げるのは悪だと思ってる、まあ、社長さんがいらっしゃるんですけど、その社長さんは作業場はもうパイプハウスで自分で建てちゃって、そしてそれに白いフィルムとか黒いフィルムを立てることによって作業場完了、まあ、僕もそうやってたんですけど、ところが違う先輩は、
なんだろうな、もう H 鋼でもガンと柱張りのなんかもう雑装鋼っていうのを建てたわけですよ。だけど冷静に考えて、そんな固定費をかけない先輩が鼻で笑ってたのが、いやでもあれってさ、上の空間いらないじゃん。あ、もちろん資材置き場にね、段ボールを置いたりされてる方もいますけど、やたらとでかいやつを作ると空間が無駄だというふうな言い方する先輩もいたんですけど、それこそ黒字農家の、ベースで、無駄なことはしないと。無駄なことはしない。だから、身の丈に応じた、作業場でいいって。だけどね、人間やっぱ心理としてどうせだからって言って最初から大きいの作っちゃうんです。で、これほら、商い学、いわゆる商売学でもあるんですけど、屏風と商売は広げたら倒れるっていうね。まあ屏風っていう例えも古いけどさ、とにかく広げちゃうと倒れちゃうんだよ。だから、ラーメン屋さんやるでも最初4人ぐらいのカウンター席だけやって、で徐々にじゃあ6人席8人席で徐々に徐々に増やしていくのが商いの鉄則だ。最初からどうせだからといって30人の、入るお店作っちゃうと傾いちゃうのが早いよっていうような、まあ表現。とにかくでかい固定費が上がる。で従業員もやっぱり、人がいることに越したことはないから、どん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 人を入れる。だから、わあ、そこすごいね、何十人雇ってるわよね、なんて言って、周りからすごいねって言われるんだけど、いやでも人がいるのは助かるんだけど、その分出ていきますからね、固定費としてね。まあ、このように、上げる農家っていうのは新品高機能でかい多い。じゃ一方黒字農家はどうしてるかっつったら、もう中古で済ませるし、無駄な機能をつけてないし、手狭なところで人数もギリギリでやってると。これがまあ黒字農家、つまりこれが黒字社長の共通点なんだってことなんです。まあ、ここまでは確かにそうだよねっていうことなんだけど、もう一つ大きな共通点があるんですよ。で、それは何かというと、この黒字社長はその固定費を下げることができる。具体的にはどういったことで、黒字社長になれてるのかっていうと、結論、見栄を張らないって、これが結構大きいんですよ。見栄の部分っていうのはあるんです。いやもう山下さん、俺別に見栄なんて張ってないやって。そうですか、本当に見栄張ってませんか。いや僕は結構見栄張りなんで見栄張ってきましたよ。例えば、なんかお買い物に行ってなんかおすすめされたりすると、じゃあそれをお願いって言って、ね、この松竹梅で出されたり、ついつい高いものに手が出ちゃったりすることはありません。それって何かというと、わあ、ここでなんか安い方を選んだら、せこいやつって思われるんじゃないだろうかって思って、ついついなんか本当はもう一番安いのでいいけど中くらいの買っちゃったりとか。ね、もしくは一番高いの買っちゃったりとか、この松竹梅の原理で一番安いのって買えずに真ん中の買っちゃったり、もっと言うと高いの買っちゃったりってやったことありません？これ見栄なんです。この見栄によって、なんかだったら高い方だったらいい方っていうふうに、どん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 固定費を上げてしまってるってことなんです。でこの見栄の、見栄張る人、見栄張るになってる、見栄張る人の特徴は、やっぱり、要は固定費が上がりがちな人っていうのは見栄張りな人が多い。でこれね、ちょっとなんかそんなこと言われると逆にぐさってくるかもしれないけど、これ愛を込めて、この自分が見栄張りなんだっていうのをちょっとぜひ認めてほしいんですよ。じゃないともね、永遠と固定費上がるから、で固定費が上がるといつまでたってもね、なんちゅう、精神的にゆとり、いわゆるお金に翻弄されてしまって、豊かな生き方ができないわけ。だから見栄っていうものからとにかく逃れようよっていうのが、まあ今回の、主軸になるし、黒字農家の共通点っていうのは、この見栄っていうものをうまくコントロールして、見栄を張らずに、自分っていうものを持ってる。ここが実は本筋のお話でございます。ということで、この見栄張る人っていうのは実は特定の誰か、ね、例えば僕だったら、いつもいろいろ言ってくる先輩がいらっしゃるんですよ。でその先輩から、ああ言われるんじゃないだろうか、こう言われるんじゃないだろうかっていう、自分の狭いところの人を気にしてることで見栄を張っちゃったり、それが親だったり近所の人だったり部下の人だったり、ああ、あの人からすごいねって言われたいがために頑張るとか、あの人から、なんだよお前その程度のなんか中古のボロチーノでやってんじゃねえよって言われたくないとか、そういうふうに、実はある一定の、ある特定の人のために見栄を張ってることが実は多いんですよ。さあ皆さんどうです？ああそういえば俺も私もあの人のことを意識してた、あの人のことを意識してた。でもその人のことを意識してるのはあなただけですよ。他の人は全く意識してませんよ。さあこんなふうにですね、実は私たちっていうのはある特定の人に対する背伸びをしていることが結構あるんですよ。ね、今日何の話ですか？固定費を上げないっていう話ですよ。つまり見栄を張る、そうすることによって固定費が上がる。でもそれって本当ごく一部の人に対してのこと
の場合が多い。ってことはその人のために背伸びするのをやめるって、これが実は固定費を上げない最善の方法なんですよ。さあ、なかなかディープな話になってきましたけれども、じゃあその黒字社長に共通点があるこの見栄を張る相手っていうものを克服する、実は利益を出すため、いわゆる黒字農家になるためには見栄を張る相手を克服することが実は最善の策なんだっていう、とんでもない結論になりましたね、うん、さあじゃあどうやって見栄張る相手を克服するのかっていう、この真髄の話して今日の動画終わりますよ。これはですね、もう簡単です、僕もやってるんですけど、この誰に対して見栄を張っているのかっていうものを自分がまず気づくってことなんです。気づく、親なのか身内なのか、ね、私はこれ結構多かった。そして兄弟パートナーの場合もありますでしょ、まあ、僕の場合もやっぱり、奥さんに、ね、見栄を張りたいから頑張ってきた部分もあります。だけどそうすることによって、例えば家庭を犠牲にしたりすることもあるし、結果的に、無駄な設備投資をしてしまってマイナスになったりすることもあるし、もしくはこれも多いですよね、ご近所の人や同級生や先輩後輩、やっぱり同級生ってやっぱり張り合うもんだから、もしくは僕ね、地元に同級生の農家で少なかったんで、後輩とか先輩とかと、まあ、張り合うじゃないけど意識してたんですよね。だからその人たちにやっぱり心理的に見栄を張りたかったっていうのがあったんだと思います。そして部会だったり、ね、いろんな組織に入ってらっしゃるでしょ。要は普段から顔を合わせる人でしょ。普段から顔を合わせる人に対してついつい見栄って張るものなんですよ。で、顔を合わせないどっか分かんない、どっか外国の人かなんかなんて別に気にもしないでしょ。つまりあなたが今いるこのコミュニティの中で、あなたが目の上のたんこぶだって思っているあの人ですよ、その人ですよ、この人ですよ、その人のためになんか見え張っちゃってる、ここに気づきましょうってことなんです。ってことはさ、なんかバカバカしくない？その人のために無駄銭払ってさ、その支払いに追われてさ、結果的になんか、黒字農家になれずになんていう本末転倒じゃない？いやー、僕もねこれにね気づくまで時間がものすごくかかった、うん、なんかものすごく時間かかっちゃったんだけど、これ僕タイムマシンがあって27の頃に帰ったらさ、全然なんだろうな、その目なんて張らなくていいんだよって、あなたあなたでいいんだよっていうふうに、教えてあげることができる、まあ、そう思って今回ねこの動画作ってるんですけど、この見栄を張らない生き方って、もう人の価値観じゃなくて自分の価値観で生きようよ、そして自分が何に満足するかっていうものをやっぱ大事にする、うん、やっぱそれをやってほしいし、なんだかんだで身を張るっていうのは僕もそうだったけど、なんか不足してたり不安だったりする、それを一生懸命埋めようとしてる、まあ、心理だそうです。だから自分は一体何を不安に考えてるんだろう、あの人から何て言われるかっていうのを気にしてるかもしれない、あの人から笑われるんじゃないだろうか、あの人から後ろ指さされるんじゃないだろうかってことを気にしてまた固定費を上げている、うん、じゃなくて何が不安で何が不足してるのかを自分でやっぱり考える時間っていうかな、考える今日みたいなきっかけ、こういうのやっぱり大事。そしてもう今に集中する、まあ、いろいろ考えたってさ、もう一緒やん、もう先のこと考えずにさ、もう未来って結局勝手にやってくるから、あれこれもう何ちゅうの、うん、心配する気憂っていうのかな、無駄な心配するの、そういう気憂するのはやめようよって、まあ、こんな風に、まあ、自分を諭しながら自分を、まあ、コントロールというかな、持っていかないと、これいつまでたってもね、この見栄から来る固定費のアップというのは逃げられないのよ。でこれ自営業をやってると、それは見栄張りたいじゃん、だって自営業やってるわけだから。で自営業やってて見栄張りたいけど、ここが実は落とし穴なんだっていうことなんですよね。はい、ということで今回ね、黒字社長には共通点があるっていうふうなお話をさせていただきましたけど、この固定費を上げないね、ここまで聞くとそりゃそうだろうの話ですけど、今回はさらにそれは裏側には見栄っていうものがあるんだよ、その見栄を克服するためには、この誰に対してあなたは見栄を張ろうとしているのか、そういうことに気づかないまんま、あれをあれよという間に、ね、固定費が上がる、人件費が上がる、資材費が上がる、あなたが苦しむんですよっていうようなねお話だったんです。さあということでね、今回ねなかなかちょっと深い話になりましたけれど、まあ、愛を持ってねお話しさせていただきました。まあね、もううるさいよって思われたかもしれませんけど、ぜひねこういったことに、まあ、ちょっとでも気づいて、豊かなね農業ライフをやっていただきたいなと本当心から思っております。はい、ということでね、今回これで終わりだと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。